アカシックレベルアップだ。ダミッシャいいものを手に入れたな。一気に駆け抜けるのだ。アカシックブラッサニッシャー。任せて。終点が近いみたいです。ここよ。とっとと奥まで。見出せるわ。私たちはいつだってそうしてきたのだから。心配しないで。私ができるだけ時間を稼ぐから。そうすればきっと。アスカ、しおり。時坂君。おい、やべえぞ。こう受け取れアスカ。はあ、悪い、待たせちまったな。もう大丈夫だ。こうちゃん遅かったじゃない。間に合ってよかった。二人ともよく耐えてくれました。話は後だ。心得先生、クラシックを。はい。どうやら
かなりのレベルの怪異みたいだね。何が相手だろうが関係ねえ。はい、私たちが揃ったからには。ここから反撃だ。全員で一気にぶち倒す。行くぞアスカ。ええ、トキサカ君。撃破完了だ。やりました。ああ、これで。コウちゃん、大丈夫？コウちゃん、怪我とかしてない？しおり、ああ、この通りだ。つうか完全にこっちのセリフだろう。心配かけさせやがって。こうちゃん。アスカも本当に無事でよかったぜ。ありがとな、しおりを守ってくれててよ。
当然のことをしたまでよ。ありがとう、時坂くん。みんなも駆けつけてきてくれて。いいえ、来ると思っていたわ。うん、本当に柊さんの言う通りだった。やっぱり羨ましいな。あ、何の話をしてんだか。ま、多分俺一人じゃ難しかっただろうが、亮太やみんながいてくれたからな。コウ先輩。足りねえだっての。まあなんとかなったし、結果オーライかな。よかったね、コウ。柊さんもしおりちゃんも。これで一応は目標達成ってところか。ええ、あとは。また何かいる。そこ。バレちゃった。お面のガキンジョ。くっ、そんなところで高みの見物してやがったのか。状況はつかめたわ。あなたが今回の事件の裏で糸を引いていた存在みたいね。次は何して遊ぶ？この後に及んで着物座った小僧と言いてえところだが、もう遊びは終わりだ。子供を叱るのは大人の役目、義務を果たさせてもらおうか。ああ、もうとっくに容赦するつもりはねえ。とっとと俺たちを元の森宮に返してもらうぞ。戻ってきたようだな。ええ、皆さん無事みたいですね。ですが、おい、こう、どうなってんだ。あのガキンチョの顔、ありゃどう見ても。ああ、多分間違いねえんだろ、時坂君。昔のコウ先輩の姿でした。どこかそんな気はしてた。でもまさか。くっ、なんだっつんだ一体。
塔の小僧はまた雲隠れしやがったみてえだが。はっ、だったら今度もホロスで。プロセス完了。反応なし。なんで？さっきは。どうやらホロスまで禁止されたみたいですね。まずい状況だな。ちょっと待って、もう追いかけられないってこと？それじゃ私たちはどうやって元の世界に帰るわけ？大丈夫、まだそんなに遠くへは行っていないみたい。しおり？おい、それって居場所がわかるのね。うん、多分だけど。あっちかな。あの子はこの先に向かっているみたい。しおりちゃん、君は。とにかく今は行ってみるしかあるまい。ええ、しおりさん、案内をお願い。こいつは。ゲート！なんて巨大で禍々しいオーラ。影の森宮、まさかこんなものまで現れるなんて。今まで見たどのゲートよりも凄まじい気配を感じるわね。はい、近くにいるだけで押しつぶされてしまいそうな。まさしく魔の領域か。しおり、間違い。あの子はこの奥だよ。どうしてそんな。そういえば基地でも。ごめんね、私にもよくわからないんだけど。でも感じるの、あの子の存在そのものを。そうなのか。ああ、一体何がなんだか。とにかく探索を開始しましょう。今度こそ全てを終わらせるために。ああ、分かってる。 XRC も全員揃った。その上純も亮太もいる。この先に何が待っていようが、恐れるもんは何もねえだろ。こうちゃん、ひらぎさん。まあ否定はしないかな。これだけのメンバーが集まりましたし。はい、何があってもきっと乗り越えられるはずです。さすがに何も怖くねってわけにはいかねえが。まあ最初の時より心強いのは確かだぜ。みんなでここに戻ってこられたのも主の導きだろう。早く片付けて戻るとしよう。本当の待ち合わせ場所にね。うん、ステージだってなんとか間に合わせないといけないしね。ふん、祭りに水を差された礼はきっちり返してやらねえとな。みんな。ふん、揃いも揃って頼もしい限りだ。こうちゃん、みんな
私もどうかついていかせて。しおり、お前足手まといなのは分かってる。でも今回の一件は最後までこの目で見届けないといけない、そんな気がするの。しおり、覚悟はあるみたいだね。分かった、無理だけはすんじゃねえぞ。大丈夫、しおりさんは私たちが必ず守り抜くわ。ああ安心してくれ。って俺が言うのもなんだが。ううん、頼もしいよ。ありがとう、みんな一緒に頑張ろう。しおりちゃん、一度突入すれば後には引けまい。今のうちに改めて市内の様子を確かめてみてもいいかもしれんな。ああ、万全の準備を整えるとしよう。準備ができたら突入するぞ。行くわよ。